はい、どうもこんにちはです。第五人格やっていきたいと思います。今回は2本目の第五人格の動画になってるかなというふうに思うんですけれども、あれからですね、めちゃくちゃ第五人格ハマりまして、まあ、ハンターレベルはちょっとね、低いままなんですけど、サバイバーに関してはめちゃくちゃやりまして、サバイバー人格レベルが一気に100まで上がりました。で、ランク戦に関しても2段の1、星3まで上がってます。ちょっとランク戦の勝率がね、ちょっとひどいので、もうちょっとなんとか、50% ぐらいまでとりあえず戻したいなと思ってるんですが、まあ対戦試合数も232というところで、まあ試合数もかなり増えてきたかなというふうに思います。前回動画撮った時いくつだったんだろう ?100 もいってなかったぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとそれから結構ね、がっつりやってるよという感じです。まあ引き続き生放送とかもやっていきますので、ぜひぜひね、第五人格一緒に楽しんでいっていただければというふうに思います。本日ですね、こちらが解禁となりました。はい、というわけで先週ですね、ガチャの方にはもうすでに追加になっていたんですが、新キャラ、祭司ですね。こちらが普通に課金アイテム、もしくは無課金でも貯められるアイテム手がかりで交換することができるようになりました。はい、まあこの最初の説明なんかは、まあ、ちょっと動画の後半なんかで、したいなというふうに思うんですけど、前回のですね、僕の動画から第五人格始めましたよという方もありがたいことに結構いまして、まあ、生放送とかでもね、最近始めました、一緒にやりましょうみたいなコメントとかもたくさんいただいているんですが、まあ、キャラをどうやって解放するのかわからないよという方も結構いるんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、ちょっと今回動画にしてですね、まあ、その後半で最初の方を使っていきたいと思います。まあ、買い方もそんなの分かってるよという方でね、この辺飛ばしていただければというふうに思うんですが、まず今ですね、僕は手がかりというアイテムが今4088あるんですけど、まあ、これどうやって貯めるのというところなんですが、これ当然ながら無課金、このゲーム遊んでるだけで貯まります。というのも、まあ、これですね、ここ、ダイスですね。はい、ダイスと呼ばれるものがあるんですけど、このダイスがですね、まあ、普通に遊んでれば溜まります。これがどんどん溜まっていくと思うんで、これをうまく使ってあげると。で、まあ、なんかスゴロクみたいに進んでいくと、どん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 手がかりがね、集まるんですけど、今僕がこれいくつだ ?331 か。331というところまで来てます。で、まあ、こんな感じで手がかりとかたくさんもらえるんですけど、あとガチャとかもね、無料で引けるようになったりします。はい。で、一部ちょっとガチャがあるので、これちょっと回そうかな。はい。行きましょう。第五人格のガチャはこんな感じですと。はい。復讐者の衣装を手に入りましたね。オッケー。変えとこうか。まあ、これでキャラが手に入ったりも当然するんですが、この場合だと、結界者か。がもらえる可能性もあったりはするんですが、まあ、そんななかなかうまくはいかないという感じですね。はい。で、もともと、今日ね、解放になった祭司に関しても、このガチャでしか手に入らなかったんですけど、まあ、水槽の手がかり、もしくは課金アイテムで買えるようになりましたよと。まあ、ガチャよりはね、絶対こうやって確実に買える方法が一番いいと思うんですけど、1週間待たないといけないという感じですね。で、まあ、さっきね、アイテム画面でも見せたんですけど、このキャラ、まあ、その当然手がかりでも買えるんですが、今その隣のですね、赤いやつもありますよね。はい。それがエコーっていうんですけど、エコーが課金アイテムですね。はい。まあ、こんな感じで買えるよと。で、今この課金アイテムで、初チャージすると、確か空軍がもらえたはずなので、まあ、それは一ついいのかななんていうふうには思ってます。で、まあ、今回は、これですね、祭司買ってみましょう。まあ、ちょうど手がかりが3568あるんですけど、まあ、後々ちょっと全キャラできれば解放したいなと思ってるので、まあ、その辺は課金になる可能性もあるんですけど、まあ、とりあえず祭司をもうこの手がかり使って無料で解放しちゃいたいと思います。手がかり交換3568ですね。まあ、結構多く消費しますけど、まあ、手がかりもまたやっていけば貯まるので、交換しちゃいましょう。はい。ということで、祭司獲得しましたと。はい、OK でございます。なんかこのシェアみたいなやつを押すと、まあ、Twitter とか Facebook とかにシェアして、まあそれで手がかりまたもらえるよっていう感じですね。はい、OK でございます。やった。まあとりあえずこれで、解放キャラが一つ増えましたので、まあ早速ね、今回この祭司使って遊んでいきたいと思います。まあ、この祭司はですね、扉の鍵と呼ばれる、これですね。はい。を使って、障害物をですね、通り抜けられる道を作ることができます。なので、まあ、いちいちですね、障害物を回って通り抜けたりとか、何よりやっぱり最初は建物が強くて、こんな感じで飛び越えながら行くこともできるんですけど、今ね、こうやって扉の鍵を使うことによって、窓枠を通り抜けなくても建物の中に入ることができるというところが非常に強いなと思います。うん。まあ、この建物内でのね、チェイスがすごい時間稼ぎできるので、最初はそこが強いところだと思いますね。難しいサバイバーであることに間違いないですね。今も一発食らっちゃいましたけど、まあ、この、そうですね、この扉の鍵の使うタイミングなんですけど、まあ、これに関しても、
3回分まで貯めることができて、最初は貯まってない状況なので、まあ、ちょっと時間経過によってこのゲージを貯めていかないといけないという感じになります。で、反対側これ壊すこともできるんですけど、まあ、基本的に無限に回復というか扉の鍵が作られていくので、3個貯めておくことにあんまり意味はないかなというふうに思います。まあ、基本的には使っていっちゃった方がいいのかなというふうには思います。で、この祭祀に関しては暗号解読はですね、そんなに早くないんですよね。ちょっと遅め、どっちかというと遅いので 15% だったかな、解読速度 15% ダウンだったのでちょっと遅い。ただでもまあ2人とかで解読すればまあまあ早いですね、さすがにね。今この状態が3個溜まってる状態なんですが、まあ、ここからもゲージ溜まらなくなるので、まあ、基本的にはもう溜まったら使う方がいいんですけど、まあ、今この状況で使う理由もないので、とりあえず解読しましょう。いいですね、早い。 OK。 で、この扉の鍵をですね、まああのゲートでも使えるのかっていうところ、まあ確かに気になると思うんですけど、ちょっとやってみましょう。まあさすがにここには使えないですね。さすがにここには使えない。まあそれ、これ使えたらマジチート級に強いんだね。これはもうさすがに使えたらチートになっちゃうんですけど、さすがにここのゲートに関してはここを開けないと通り抜けられないよという感じですね。はい、ということで、まあ、ゲートが開いたんで、まあ、このまま逃げましょう。てか普通に祭祀エロいよね。エロい。まあ、いろいろちょっと衣装は当然あるんですけど、足もろ出しだし、なんかこのお相撲さんがつけてるみたいなやつ、ふんどしみたいなように見えるよね。何履いてんだろうこれ。さあ3人で解読していく。冒険家が釣られた。ただ通り抜けフープは3の2、2個は使える。と石がやられてる間に行けるかな。行けたらいいな。間に合うか。間に合え、間に合え。もう一人行ってるの。泥、あ、石かな、石が行っている。ここで使って、石がやられてる間に今一回救助して、でさっき作ったとこから逃げていくと。ハンターからするとね、どこ行ったってなると思うんで、もう一回使っていくけど、ただこれは救助できないので回避して、あー石が釣られるか。そしたらもう一回石を助けに行きたいけれども、キャンプかな。お、来た。あー、ちょっと待って、正面行っちゃった。まあでも一発食らって、この隙にクールダウンの間に助ける。自分も逃げたいけど、いけるかな。間に合え。 OK、 いける。大丈夫。こういうところでまた逆に石とかでもね、全然使えるので使っていくと。さあちょっとまた味方が釣られてる状況なんですけど、ここもうまく扉の鍵を使って助けていく。ここで一発ダメージをもらってあげて味方を逃がしていくと。ただでも大丈夫かな、石。大丈夫か。あー、やられた。やられましたね。厳しいな。ここで待機しておいて、ただもう一人向こう側にマジシャンかな、マジシャンが行きそうな気もする。行ったな。行って、同じタイミング。あー、狩られた。マジか。今、ちょっと待って、何これ、え、どういうこと、え、ちょっと待って、何これ。